クリマークで撮りたいよ。あ、来たー皆さんこんにちは、ダイスです。今回はポケモンソードシールドやっていきましょう。今日の天気見ました。ね、ソード側でかなり限定ポケモンが撮れる天気になってます。嬉しい。でとりあえずですね、激鱗の湖、ここが日照りになってるので移動して1匹目からゲットしていきたいと思います。日照りの日の激鱗なんですけど、ブイズ系だとブースター、そしてソード限定だとエンカウント星がびっくりマークなんですけど、キュウコンもね出たりとか、あのフライコンとかいるんですが、私がゲットしたいのはジャラコです。ジャラランガ系はソード限定なんですよね。で今日はびっくりマークのところで、ね、ジャラコが出るんで、これを、あ、アイアントだ。アイアント普通に出るんですね。あ、後でシールドでも取りに来よう。でゲットしたいのはジャラコなんで、とりあえずアイアントゲットしてからジャラコ探しに行こうと思います。アイアントランクまでね見ること増えましたね。あ、こっちゲットしてるんだ。多分シールド側がいないからそっちでゲットしよう。じゃあジャラコだね。クリマークのとこ、これだ。あ、違う、アイアント見えないけどアイアントだった。クリマークが欲しいんだけど、いなくない？エンカウント見えないんだよね、ジャラコって。え、どこでゲットしたらいい？いつものとこ。私なんかあのここの草むらで取ることが多いんですよね。一番広いし一番見やすいっていうのがあるんですが、どっかいないかな。お、これは？これどう？違うじゃんサイドン、ジャラコが欲しい。あの、未だにマックスレードバトルでジャラランガとかジャラコとか見てないんですよね。だからね、そこを狙いたいのに。サイドも出てくるのか。アーマーガードがよくここ出るんですけど、サイドも今日多そうですね。びっくりマークで撮りたいよ。あ、来たー嬉しい、2回目だ。え、めちゃくちゃ早い。ちょっと待って、確認してないんだよね。ボールクイックあるかな。ない。あ、クイックボールがないやってしまってる。待って、ポケモン変えよう。このままだと倒しちゃうから。ミュウが瀕死になってる。あ、あのね、ポケ戦ね行かなかったんだよね。塊使うか、もったいないなと思って使ってなかったけど、あの峰打ちはミュウしか持ってないので、このパーティーのままだとミュウを元気にしてなんとかします。そう、ドラゴンだから抜群なんだよね。じゃあラランがサンムーンで実装された時、結構あの賛否両論あったと思うんですけど、個人的にはね好きなポケモンなんで取っておきたい。とりあえずミュウに変えます。でシンクロにならないように戦闘ミュウにしてこなかったんですけど、これ終わったらとりあえずクイックボールを買いに行って、で戦闘はミュウじゃないまんまで行こうかな。ミネ打ち要員にしちゃってるんだけど、どれぐらい入るんだろう。ミネ打ち怪しいなあ。入んない、そんなに入んないんだ。うわ、リュウマイ積んでる。なんとか取ろう。どうしよう。怖いな。原始の力1回だったら使えるかな。ちょっと怖いよね、やっぱ峰打ちか。急所に当たると多分倒しちゃう気がするから、せっかく出てるし、マジでクイックボールがあったらよかったのに。峰打ちでしょうがない、やっていこう。激鱗、待って、でもまあいいんだけどさ、せっかく戻したのにミュウこれ倒れるよ。使う。混乱してくれるのは嬉しいですけどね、激鱗だから。ただやばいよ、待てよかな。まだ投げちゃダメだよね。どうしよう、一回峰打ちやっとくか。あ、激鱗が早い、まずい、速さが考えてなかった今。これ
な、あ、でも投げてもいけるか。ちょっと次のポケモンで、どうしたらいい。デスバーンをとりあえず出しとく。特性を入れ替えるなんだよね。一応出しとくか。出しといて投げてみる。どう？赤ラインじゃないから入んない気しかしないんだけど。来るかもしれん、来るかもしれん。うわー、よかった。あのミュウのためとクイックボールのために一回飛びます。うわ、でもめっちゃ嬉しい。2回目ですよ。今日調子いいかもしれない。ちょっとね、この状態で良さそうなんで、ソード限定ポケモン行きましょう。まだね、天気によって出るポケモンが出てるの確認したので行きたいと思います。とりあえずソード側のザラコの図鑑です。鱗ポケモン、頭の鱗を仲間同士でぶつけ合い戦い方を学びます。技と気持ちが鍛えられるよ。すごいね。 29.7 キロで 0.6 メートルだから60センチぐらいしかない。小型犬、中型犬ぐらいか。犬ぐらいとかだね。じゃあ飛びます。怖いもん。クイックボール売ってるとこに飛ぼう。シュートシティ、買って回復して戻ってきました。木箱側、ここからは基本的にはエンカウント見えるようになってるポケモンで捕まえてきます。ミロカロコ来た。ここね、今日日照りなんですけど、ソードだとエロコン、シールドだとガーディーが出てるはずなので見に来ました。ロコンちゃん、あのね、ソード側にロコンはいるんですけど、シールド側にロコンがいないんで、ここからゲットして持っていきたいと思います。見えるはずだったんだけどな。どっかいない？上かな。ルカリオがいたとことか。ちょっと行ってみよう。ロコン、うん、ロコン、うん、まあ、違う。え、どこ？草むらの中かな。なんかね、枠がね、レアっぽいんですよね。びっくりマーク？いや、なんか姿見えてそうだったんだけど。マジか、ちょっと探そう。ロコンちゃん、え、どこ？ロコンいない。探します。え、いなくない？結構見たんだけど、ちょっと違うとこ見ますか。逆サイドのね、見張り台もね、今日出てるらしいんだよね。この辺、ここのポケモンだと思う。だって木箱になっちゃうもんね。見張り台にいるかな。見張り台じゃない、見張り塔か。え、ロコンちゃんは、うん、いなくない？出てないよね。ヨワンガルとかめっちゃいるけど、うん、え、下？あれ？いる？あ、いた！あ、やっぱレアなんだ。少ないもんね。ね、めっちゃかわいい。ロコンちゃん、捕まえよう。ロコン、よかった、いたいた。もしかしたらミロカロコの北の方もこうやって出てたのかもしれない。見張り島の方が私はいたけど、今日はどっちも天気が同じでよかったです。あの、ストーリー中にゲットできる人はできたと思うんですけど、私倒しちゃったんでシールド側はいないんですよね。なんでこの子連れて行こうと思います。決めた。よかった、いたいた。はい、ちょっと送っときます。で、今日まだゲットしたいポケモンがいるんで、また移動します。今度はね、南、ミロカロコの南に移動するんで、ちょっと遠いね。こうやって見
てもなんか、あれ？あ、ここにもいる？今逃げたよね。あ、ここにも出てるじゃん。なんでさっき気づかなかったんだろう。ほら、結構いる。北本当になかったのかな。さっきみたいに出てる？もしかして数少ないから分かってないだけ。でもなんか見た感じだと見えにくいもんね。いなさそうじゃない？やっぱりいなさそう。いる予定だったんだけど、こっちだと私は見つけられなかったですね。残念。違う方で見つかったから良かったと思います。今日ね、腰掛けは天気が良くなくて限定系はね、ないのでちょっとスルーします。あ、いる。今いたね。ここにも出るんだ。ほら、これソード限定。この花、南でも出るんですけど、ここでも出ますね。天気は雨になってたはずです。持ってないのでこの花もゲットします。南もちょっと 見に行こう。どうやって出てるんだろう。ちなみにね、ハスブレロとかがシールド側だと出るはずなんだよね。わ、日本晴れにした。晴れ変わった。どうしよう、一回逃げよう。いっぱい出てたから、胸打ちが怪しいので、クイックでゲットできれば嬉しい。図鑑登録だけだからね。本当はね、倒した数、何匹倒したかによって色違いの出やすさも上がってくるので、倒した方がいいと思うんですけど、とりあえず図鑑の登録のための子なので、今回はお、クリティカル、クイックでゲットしちゃいます。私まだソードもシールドも色違い出てないし、図鑑の登録も終わってないので、多分ヒカオマゲット終わるまでは色違い出ないと思っているので、そのままです。意地悪ポケモン、森の奥深くに生息、森っぽくないところに今回いるよね。頭の葉っぱで笛を作り不安にさせる音色を出す。なんかスポッて抜いたらさ、生えてくるのかな、この花って。生えそう、剥げそう。波平さんみたいな感じになってるけど、今生えんのかな。今日ここイワークだ。イワークじゃない、ハガネイル、間違えた。でね、北今んとこじゃなくてこっちにね出るっぽかったんだよね。あ、ヘイガニがいる。私釣りでゲットしちゃった。ここ出るじゃん、来ればよかった。え、待って待って、この辺でしたよね、今釣りが出てたの。ここだよね。南？あ、南の釣りだ。じゃ、平岸に捕まえたとこだ。釣り場。おお、シザリが。え、どこの釣り？もしかしてこれ？まさかここだ。見落としてた。ここ釣りがあるんだ。次何が更新になるんだろう。怖いな。ゲットしてると思ってるやつがいなかったりするからめっちゃ怖いんですよね。でも今作はもうこれがあるから、この機能を使って図鑑登録進めていけばめちゃくちゃ楽、本当に楽、びっくりするぐらい楽。よし、噴射ポケモン、口から吹き出す水流は 100m 先で動く獲物にだって命中するんだぜ。怖いよ、さすが鉄砲を。エクセレント、コンプリートになってる。お、スカンプいないんだ。じゃあちょっとスカンプも捕まえてみますか、近いし。いるもんだと思っていた。ドン。
ね、視聴者の方の中でもね、最近やっと図鑑登録始めましたっていう方とか、まだ途中で捕まえきれてないっていう方もいらっしゃるんですが、多分大半の方はね、もうコンプリート、ガラルの図鑑は終わってると思うので、早めに終わるように頑張ろうと思います。まあ、ポケモンホームの受賞決まりましたしね、2月上旬には始まるから、その機能を使ってっていうのでも多分楽にいけるんじゃないかと思うのですが、こっちで捕まえられる分は頑張って捕まえられようと思います。スカンクポケモン、お尻から相手の顔をめがけてものすごく臭い液を飛ばす。この汁5メートル先まで届きます。超怖い、会いたくないな。リアルタイムリアルでは会いたくないよね。あ、めっちゃ出てる。まあ、こんな感じでね、進めていこうかなと思います。ソードの方がシールドよりも図鑑の登録が遅いんで、まだまだいっぱいなんですけど、どっちもね、同じぐらいのタイミングで終わるように頑張ろうと思います。はい、ということで今回はソード限定のポケモンを中心に捕まえに行ってきました。この動画が少しでも良かった方は高評価のボタン、チャンネルのご登録、コメントよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた、 See you!